で、泳いでいて、何かがあなたの足に触ります。チクチクしてきて、クラゲに刺されたことに気がつきます。 この美しくゼリー状のの動物は、痛烈なパンチをどうやって繰り出すのかクラゲは95%が水分のために柔らかく大部分はメソグレアという半透明のゲル状の物質でできていますそのような繊細な体を持ちながらも四方細胞と呼ばれる何千もの細胞は毒を含んでおり防御と餌捕獲を行っています消しゴムのサイズの赤ちゃんクラゲでも刺す能力を持っています 妖精のクラゲであるエフィラは海中で脈動する小さな花のようです。成長するにつれて小径の頭と周囲から垂れ下がる触手を持つ雨傘の形になります。獅子の縦髪と呼ばれるクラゲの最大種は30メートル以上になる触手を持ちます。白ガスクジラよりも長いものです。ほとんどの四方細胞は触手に含まれていますが、釣り金部分にも四方細胞を持つクラゲもいます。毒は四方を通じて射出されます。 司法とは高い浸透圧により巻かれて収まっている無知のような中空の召喚のことです機械的で科学的な刺激により司法細胞の表面の引き金が引かれると細胞の蓋がポンと開いて海水が流入しますこの力で微小で尖った森が射出され犠牲者の皮膚を貫通し毒が注入されます 歯法の射出は100万分の1秒以下で起こり、最も早い生物力学的反応の一つです。歯法はクラゲが死んだ後でさえ射出を続けることができるので、皮膚にまとわりついた触手を取り除くことは重要です。素ですすぐことで通常は未発射の歯法を不活性化できます。海水も残った歯法を取り除く助けになります。 しかし炭水を使うと塩分バランスのいかなる変化も司法細胞の外側の浸透圧を変化させてしまい司法を射出させてしまいます。そのため民間療法である患部に尿をかける方法は尿の成分によっては状態を悪化させてしまうこともあります。クラゲに刺されると多くの場合痛くて不快になりますが。 場合によって死に至ることもあります。海のスズメバチと呼ばれるオーストラリアンウンバチクラゲは心筋の収縮を起こす毒を放出し、量が多ければ即死します。解毒剤もありますが、毒は速効性があるのですぐに治療を行う必要があります。植種には驚くべき力が秘められていますが、クラゲは無敵ではありません。彼らの脂肪細胞はオサガやマンボウのような厚い皮膚を持った捕食者には効きません。 これらの捕食者たちはまた、ツルツルしたクラゲに絡まれた後に逃さないように適応しています。カメの口や食道には後ろ向けのトゲがあり、マンボウの頬の裏側には反極した歯があるのです。小さなセミエビの養成でさえ、クラゲの釣り金に粘着し、ヒッチハイクをし、クラゲをかじり、エネルギーをもっぱら成長のために使います。小さくて敏性な魚は、誤信のため、 クラゲを動くショーとして使い触手に触ることなく、その間を素早く動き回ります。ウミウシ類は保身用の粘液で覆われていますが、司法細胞を食べることにより、クラゲの防御手段を盗み。 特別な脳として変化させ将来捕食者に会った時の武器にするのですいつかは人間もクラゲの針から得るものがあるかもしれません科学者たちは典型的な注射針のたった3%の大きさしかない手法を薬を注入する手段として利用するため手法細胞の改変活用に取り組んでいます次回海に行くことがあったら気をつけてくださいでも少し時間を割いて不思議の世界を味わってみてくださいもっとテドエドをご希望ですか 登録するをクリックしてください次に何を学ぶのかそれは誰にもわかりません